ジョン・エドワード・スキップ・ベイレス2世は、アメリカ合衆国のスポーツコラムニスト、コメンテーター、そして、テレビパーソナリティである。ベイレスは、スティーブン・エスミスと共演した、ESPN2 章ファーストテイクのコメンテーターとして、よく知られている。1989年、ベイレスは、ESPN のザ・スポーツ・レポーターズのパネリストとして、加わり、10年間、日曜日の朝のショーの顔となった。 1992年、ベイレスは、ミッチ・アルボムとマイケル・ウィルボーンと共に、NFL プライム月曜日のナイズ・オブ・ザ・ラウンド・テーブルの最初のディベートチームのメンバーになった。ベイレスは、オクラホマ州オクラホマシティで、ジョン・エドワード・ベイレス2世として生まれた。彼の父、ジョン・シニアはすぐに、彼をスキップと呼び始めた。ベイレスは、両親からジョンと呼ばれることはなく、 最終的に彼の名前は合法的にスキップに変更された。彼の両親はバーベキューを専門とするオクラホマシティのハウスレストランを所有及び運営していた。ベイレスは若い頃にレストランで働いていた。彼の弟のリック・ベイレスは家を引き継ぎシェフ、レストラン経営者、テレビのパーソナリティになった。2014年にマクガイル空軍基地で放送された。 ファーストテイクでのスティーブン、A ・エース・ミスと仮チャンピオンとの、ベイレス。ありがとうございます。